ミンドブルム出るわよ。取った覚えはないけどね。ルー、あなたも予備選に参加してたの。玉座に興味があるなんて初耳だけど、可愛い顔して野心家じゃなくて？野心満々のレインお姉様にだけは言われたくないでしょ。実はクラスのみんなで賭けをしてまして。賭け？ですです。みんなで予備選の優勝者を賭けてるわけですね。ふん。一番人気はなんといってもレインお姉様のお姉様、セレスティアお姉様ですね。ぶっちぎりの大本命です。認めざるを得ないわね。心底気に食わないけど。あとは学園ナンバー2の実力者、エルフのイリアスお姉様も人気ですね。もちろんレインお姉様も候補に入ってますよ。学院で武闘派を上げろって言ったらそんなところかしら。妥当な線ね。で、ルーは誰にかけたわけ？もちろん私よね。ああ、そっか。つまり私のサポートをするために予備選に参加したわけね。海外しい弟子を持って嬉しいわ。もちろん私よね。賭け事は堅実なのが一番ですよ。この裏切り者。私だってエースの一人。舐めてかかると痛い目にますよ。
が王法、当然の報いってやつよ。ごきげんよう、サリア。これはどうも。開戦早々最強と謳われる竜の眷属とエンカウントか。あら、己の不運を呪うべきじゃなくて。どのみち君にも君の姉上にも舞台からご退場いただくのだから、ことは早い方がいいだろう。次回変わらず大した自信だこと。ドッグファイトに優れた獣人の血があなたをそこまでうぬぼれさせるのかしら。確かこのゲームのルールってさ、対戦相手を殺しちゃってもお咎めなしなんだよな。何が言いたいの？うっかりでも滑っても仕方ないってことさ。ごめんね、うっかりだからさ。ふん、力がってなさい。ここはいい世界だ。強者だけが生き残る。弱い奴らは存在することも許されねえ。この世界はまるで私のために用意されたような最高世界だ。求めるものはただひたすらに純然たる力のみ。私こそが魔王の器、魔王にふさわしきもの。私は捉えきれないわよ。くさばれ。いいねいいね、アドレナリンが湧き出してくるぜ。
次に会った時は言葉遣いに気をつけなさいよね。私は結構レインの実力を買っているので、回戦と同時に放った使い魔の大半をロストした。消耗戦で挑めば持久力の高いリンドブルグにもブワールと踏んだのだけど、少し侮っていたみたい。それでやむなく術者本体の参戦ってわけね。自ら矢面に立つなんてサマナーとしては失格じゃない？なぜ？召喚特化の魔導士の弱点は本体そのもの。使い魔を一体一体潰すより本体を狙うのは常套手段でしょ。それは肩腹痛い。だったらレインに悪魔召喚術の最も基本的な知識を伝授してあげる。使い魔は事前授業でサマナーの兵隊をやってるわけじゃない。相互の関係は契約ではなく服従。つまり、私の飼ってる使い魔すべてを相手にしたって私一人の方が強いってことだよ。我が家に代々伝わる黒き魔導書の秘術、とくとご覧くださいね。大丈夫。もっと美しく。私は捉えきれないわよ。死ぬ場面でスパイスを奏でる不況が
なたに倒す術ではないよ。ドラグーンの力を舐めすぎたわね。